はい、それでは、ジャケット編、ご説明したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャケットはなんか新しいモデルとか、なんか特に今回これは絶対に西口くんのおすすめだみたいなのっていうのはあるの？はい、何着か用意をしたんですけれども、まあこれはあの新しいタイプではないんですけれども、うん、ベルベストのジャケットインザボックス、定番の形です。割とゆったりとした、少しこうウエストシェイプも甘いこういうシルエットのものなんですけれども、それをこう黒のフランネル、まあ、ちょっと珍しいのが黒っていうところですね、うん、だからそれをもう強調させるかのような、いわゆるジュエリーボタン、こう黒のジュエリーボタンをつけた、ブレザー、まあ、少しエロいね。そうですね、だいぶエロいあのブレザーを作りました。ジャケットインザボックスっていうのは真珠も何もなくて畳んだら箱に入っちゃうっていう、あ、そうです、あのシリーズだよね。そうです、はい、あのもう納品される時も箱に入って納品されるという、うん、ハンガーにつられて納品されないという商品ですね。実際まあ本当にこう裏なしでこうパイピングだけの始末になっているというジャケット、うん、まあ本当にこうシルエットも緩いんですが、まあディテールもこう癖がなくて、まあ本当に北イタリアらしい空気感がある上品なジャケットだと思っております。でまあこちらとはまた別に、こちらです。こちらカルーゾですね。カルーゾの 4BW の下掛けのモデルです。 4BW、はい、モデルです。これも実は前回よく、まあ、前々回も人気があった形なんですけれども、そちらを、まあ、老後時の 4BW 下掛けのタイプで、今回はウールなんですが、ウールをこうちょっと縮小させたようなグレンプレイド、ウールのサッカーみたいな感じ。そうです、ウールサッカーみたいな感じです、ね、グレンプレイドにこうちょっと凹凸があります、うん、はい、まあ、これだとこう秋口から、まあ、本当に 春まで お召しいただけるようなジャケットです。でこれも黒ですね。だ今回はそういう、こう今までドレススタイルだと普通はネイビーまで、うん、ダークネイビーまでっていうところだったんですが、まあ、そこにもこう着手しているというところです、まあ、80年代からもう90年代の空気感をこう取り入れていただきたいというところで、うん、いいね、ありがとうございます、うん、でちょっとこう艶消しのこういう、メタルボタン、シルバーメタルボタンを使っているという仕様ですね、はい、柄も結構落ち着いてるから何にでも合わせやすそうだね、これ。そうですね、パンツももう本当にシルエットを選ばないような感じですし、うん、まあ、着丈も長すぎないで短すぎないという感じですので、うん、まあ、ウエストのシェイプもなだらかにありますので、あのちょうどいい中央な洋服としてお召しいただけると思います、うん、はい、こちらもすごくおすすめです、はい、あとは、こちらですね、ビームス F のこちらオリジナルジャケットです、こちらは、本当にこうモノトーンみたいなことがよく言われていますが、昨今でその中でもモノトーンプラスモノトーンだけではなく色を入れるというのが、なんて言うんでしょう、キーカラーというかキーワードとして上がってるんですけども、まあ、各ブランドやサプライヤーなどでもたくさん提案されてましたが、まあ、そういうものをピックアップ、そういうものとしてもビームセーフとしては、考えて提案していますので、まあ、その一環としてこちらも、ご用意しています、まあ、英国のアーサーハリソンのしっかりとした、生地ですけども、そちらにこう薄いこうキャメルというかカーキのような色が入った、ウィンドウペンのジャケットですね。これうちのビームスのスタッフ好きそうだね、これ。そうですね、あの多分人気が出る品番だろうというふうな狙いがあります、まあ、どうしてもスタッフの皆さんが好きなものはやっぱお客様にもこうあの提案しやすいと思いますので、うん、まあ、そういったものをご用意してます、はい、で、武藤さんの方でも、おすすめのジャケットがあると聞いているんですけども、うん、ブリーダーの方は、はい、あの、まあ、毎回やってるけどタリアトーレ、やはり黒にベージュが入ってるっていうこと、これがやっぱり新しいなっていうところで、まあ、黒ベージュのこういうチェック柄、まあ、これがやっぱりタリアトーレ、やっぱり
毎回こう新しいものをどんどんあのピノレラリオさんが取り入れていくんですけど、まあ、やっぱそういうのが非常にうまいなっていうのがあって、やっぱりこのジャケットは非常におすすめだなっていうところがあるね。 2B なんですか。そうだね、これ 2B だね。2つボタンの 上掛けみたいな感じ。なるほど。でもまああんま取り通りのジャケットってこう止めないでこう開けてきるようなイメージなのかなっていうのがあるね、うん、でパッチポケットで胸箱を持ってるで、こういう半裏に、冬ですけど半裏仕様になっている。それと、T ジャケット、まあ、これも、まあ、あの毎回人気あるブランドなんだけど、まあ、今回やっぱりこういうあの英国柄であのこういう色が一色入ってるっていう、うん、やっぱそういうのもやっぱ T ジャケットもこういうものを出してきているというところで今回これをまあ紹介します。まあ、T ジャケットはまあ本当に完全に1枚でできてるんで、もうシャツジャケットみたいなか軽い感じの、着感なんで、もうどういう風に着ていただいても、まあ、あんまりタイドアップするっていうよりは T シャツとかニットなんかにこう1枚で軽く羽織っていただくような感じ。まあ、その中でも今回はこういう新しい柄がありますよというところで、まあ、今回この、T ジャケットを紹介させてもらいました。大人っぽいですよね。ね、いいと思うんですよ。そしたら西口くん、あれおすすめのジャケットを着てもらったら。あ、はい、まあ、サイズ48でマセさん、まあ、ちょうどいいか、まあ、少し緩いぐらいですけども、まあ、実際こう前開きでさっと着ていただいてもいいですし、まあ、2つこう 下掛けして着ていただいてもいいような感じです。まあ、少しこう V ゾーンが開く感じがちょっと 4B の特徴ですけど、まあ、こうゴージもこうかなり低くて、まあ、こう 今っぽいというか、まあ、本当ちょっと90年代っぽい空気感ですねが、ここをちょっと表現されてる感じですね。はい、やっぱりネイビーを着るのと黒を着るのって全然見え方違うね。やっぱり締まるというか、うん、まあ、ちょっと独特の空気感がありますね。うん、ネイビーより逆に固く見えないっていうところがありますね。まあ、こういうグレーのインナーに白いパンツでネイビーのジャケット着るのも非常に定番的だけど、うん、まあ、黒を着ることでなんかすごい新しく新鮮味があるように映る ね。これだけでモテそうな感じに。そうだね。エロの国有一の方みたいなそんな感じだね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあブリーダーの方のこのタリアトーレも、はい、ぜひ、まあ、これも毎回あのやってるあのタリアトーレと同じ形なんだけど、やっぱりこう柄がやっぱりこう新しいなっていうところですかね。素材これ何なんでしょうか、本さん。ウールの排水素ですね。あ、だからこう結構あのハンドリングがなんていうかな、ここザラッとジャリッとしてるっていうかね、うんうん、いいですね、うん、すごい雰囲気だから、すごい張りがあってね、あの型崩れしないというか、まあ、あのおすすめの一着です。で、もう一体ビームセーフではおすすめのものがありまして、まあ、今回というか前回の春夏ぐらいからも注目されてますが、グリーンにも注目しています。実際まあこちらもベルベッソのジャケットなんですけれども、こちらもダークグリーンのフランネルで、オーダーしております。まあ、コーディネートとしてはこういうふうに甘い感じ、白いタートルにこういうブラウンの千鳥格子のウールパンツでちょっと上品に合わせているんですけども、まあ、こういうこっち側にブラウン系とかとの相性もグリーンはいいのと、代わりにそのブルー系との相性もいいので、本当にこう気をてらわずに、まあ、ネイビージャケットを着る感覚とか、ダークブラウンのジャケットを着るような感覚で、ぜひ着ていただきたいなと思って、オーダーしたジャケットです。でビームセーフ、ブリッダーともに今回ダークグリーン、グリーン系に注目をして、多数オーダーしておりますので、ぜひお楽しみにしていただければと思っております。こういう深いグリーンだったら本当に西口君が言うように別にネイビーのジャケットの感覚で普通に着てもらって全然良そうだね。そうですね、うん、なのでできるだけこう、まあ、グリーンとなるとどうしてもこう
抵抗を感じられる方がいらっしゃるかなと、あとコーディネート難しく感じられる方がいらっしゃるだろうなというふうにちょっと予想しましたので、ただまあ提案はぜひしたいというふうに思っておりましたので、できるだけこう深い深めのこう、まあ、できるだけコーディネートがあの難しくならないようなものを今回ご用意をしました。ぜひ一回あの店頭で袖通していただくとね、あの全然難しくないってことが分かってもらえると思うんですね。そうですね、うん、はい、ぜひお店でお待ちしております。よろしくお願いします。